らっしゃいませ。お席にご案内いたします。本日のおすすめは季節のサンドイッチプレートとチーズケーキになっております。それでは後ほど注文を伺いに参りますね。よしこはどう？接客は大丈夫そう？よかった。黒魔術がなんとかって言ってたから少しだけ心配してたの。そっか。嬉しい。よしこってなんだかんだ言ってすごく優しい子なのよね。それ私が今日担当してるメニューじゃない。お店に迷惑をかけないようにしっかりしないとね。そうよね。もっとリラックスしてやらなくちゃ。チーズケーキは粉砂糖でデコレーションしようと思っているの。こうやってケーキの上にレースペーパーを乗せてから粉砂糖を、こんなに素敵なカフェで美味しい料理を提供するお手伝いができるなんて本当に嬉しい。私にできることなんてほとんどないけど、それでもお客さんに素敵なティータイムを楽しんでほしいの。ありがとう。私だけだとどうしても不安になっちゃって。マッキー、順調じゃない。よしこ、どうしたの急に。マッキーが作ってくれるラテアートとか盛り付けがすごく好評なの。来てよかったってたくさんの人に言われたんだから。え、本当に？私このお店の足を引っ張るんじゃないかって思ってたのに。びっくりしたけど本当に嬉しい。お客さんの声をこうして聞けると少し自信が出てきたわ。